はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ご存知のように、ランマンは植物分類学者の父と呼ばれる牧野富太郎さんの半生を描いた史実に基づくドラマということで、登場してくる人物のモチーフや史実はどうであったのかという切り口で簡潔に解説していく、そういったコーナーも設けたいと思います。今回は第6話で登場した広瀬雄一郎や池田蘭子について史実とすり合わせをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。第6話では名教館に入学した万太郎が描かれていたわけですが、誤って万太郎に水をかけてしまった人物は実は名教館の学頭の池田蘭光のようですね。この池田蘭光のモチーフとなっているのが伊藤蘭林です。伊藤蘭林は幕末から明治時代の土佐の儒学者、広井有名に師事し、天文暦算に通じ書武術にも優れた人物のようですね。家塾で教え、高知藩家老の深尾氏に仕えて、明治の初め名教館の教授となったようです。一方、万太郎が名教館で出会う学友ですね、万太郎に剣術の稽古を申し出る武家の師弟広瀬雄一郎が描かれていましたが、この広瀬雄一郎のモチーフとなっているのは広井勇です。広井勇は深尾家の家臣、広井喜十郎の息子で、名教館で万太郎のモチーフとなっている牧野富太郎と学んだ学友だったようですね。その後、札幌農学校、現在の北海道大学で土木工学を学び、日本の港湾工学の父と呼ばれる人物になっていきます。そして広井勇のですね、曽祖父が広井有名ということで、先ほども出てきましたが伊藤蘭林の儒学の師であったということでですね、広井勇は名教館の教師とも深い関係にある人物だったと言えると思います。そしてですね、ドラマでは大人になった雄一郎役を中村葵さんが演じ、何か万太郎と重要な関わりを持つ人物として描かれていきそうですね。今回は第6話で万太郎が名教館で出会う人物、名教館の学頭池田蘭光や学友の武家の師弟広瀬雄一郎のモチーフが儒学者伊藤蘭林、日本の港湾工学の父と呼ばれることになる広井勇であることについて紹介してきました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。